はい、どうも、元オルさんの塾講師、ミスター A ジョーです。超高速、俳句を味わう。さあ、俳句の単元は、出てくる問題のパターンがかなり決まってくるから、ぜひ、このパターン掴んじゃえば、点数取りやすいから一緒に頑張っていこう。さあ、早速やっていこうか。まず、一つ目の俳句。赤い椿、白い椿と落ちに蹴り。早速、この俳句の、季語と季節ってわかるかな？そうだね。季語、椿、季節、春。だね。椿っていう花を知らなくても、もう漢字が完全にネタバレしてくれてね、木に春って書くもんね。なので、まず椿は春って覚えておこう。さあ、そしてこの俳句、よく聞かれるのが、赤い椿、この部分。普通なら5、7、5のはずなんだけど、ここ赤い椿で6文字になってるんだ。このように、定型より文字数が多いことを何て言うかって知ってるかな？そう、これ。字余りっていう風に言うんだ。この字余りも聞かれやすいから要注意ね。そして、2色の色使ってるよね。何色？もちろん、赤と白。だよね。どうして2色出してるんだろう。そう。これは、2つの色を対比、比べることで、鮮やかさを表現してるっていう風に言われるんだ。このように、この俳句の解説とか、俳句の技法が出てくるから、これを掴んでいこうね。じゃあ、次の俳句行ってみようか。バスを待ち、王子の春を疑わず。もうこれまんまだね。え、もう季語と季節は春で OK だ。で、バスを待っている王子、大きな道のね、ところで春が来るのが感じている。だから春を疑わずっていう風に言うんだね。とてもシンプルな俳句でした。ね、あんまりテストには出にくいので、ね、あまり気にせずいきましょう。じゃあ次の俳句。万緑の中やアコの葉生えそむる。めちゃめちゃ大事な俳句。めっちゃ出るよ。さあ、なぜめっちゃ出るか。ね、これは先生がテストに出しやすい。なぜかっていうと、まず季語と季節が意外とわかりにくい。いこうか。季語と季節。季語が万緑。季節が夏なんだね。さあ、そして大事な問題、区切れです。この俳句の区切れは、そう、これ、中間切れっていう俳句になってくるんだ。さあ、区切れって、これまでは、食切れとか肉切れ、区切れなしだったんだけど、今回のテスト範囲で唯一この俳句だけが、中間切れっていうんだ。まず、切れ字、どれか OK かな？これ、やだよね。見てみると、5、7、5の7、肉目の真ん中、途中あたりに来ているよね。なので、これを中間切れっていう風に言うんだ。他の俳句と比べて特徴を持ってるからテストが出やすいんだね。じゃあこれって誰の視点で書かれた俳句って言えるかな？そう、もちろん親の視点だね。なんでわかるかって、アコってどういう意味？そう、これ自分の子供っていう意味なんだ。なので親の視点、親の気持ちが書かれている俳句。そして中間切れ、それ万緑イコール夏、これ注目しておいておこうね。じゃあ次の俳句いくよ。飛び込みのもう真っ白な泡の中。さあこれ季語と季節考えてみようか。いくよ。季語、飛び込み、季節が夏。そうだね。プールとか海の中に飛び込んで、ね、そんで泡に包まれた時の俳句と考えられるね。じゃあ、これの技法わかるかな？これね、体言止め使ってあるんだ。体言止めっていうのは最後が名詞、物の名前で終わるものを体言止めっていうよ。で、ただ、今回のテスト範囲に使えるテクニックとしては、最後の文字が漢字だったら、これ絶対体言止め。OK？ 今回のテスト範囲のこれこうね。ので、最後が漢字だったら技法は、そう、絶対体言止めになります。さあ、じゃあ次の俳句いこうか。黒羽の秋の風鈴鳴りに蹴り。さあ、この俳句の季語と季節は？そう、これ、秋。だね。両方とも秋で OK だ。で、先生によっては秋の風鈴っていう風に教える先生がいたら、それはもう秋の風鈴で季語になるよと。で、気をつけるのは、夏じゃないよと。風鈴って夏の季語なんだけど、秋って書いてあるからね。そして、この俳句の区切れは何だろう？そう、これ、区切れなしになるよ。なんでかって？そう。切れ字っていうのが、蹴りが一番最後にある場合は、これ、区切れなしという風になるからね。じゃあ、次の俳句いくよ。金剛の、梅雨一粒や石の上。さあ、季語と季節いける？これ、季語が梅雨。そして季節が秋。ね、秋の季語としてピンとこないからこそ、梅雨イコール秋。これ覚えておこうね。さあ、そしてこの俳句の技法は？そう、これ、体言止めになるよ。なんでかって、そう、終わり方が最後、漢字で終わってるよね。これ、今回の範囲は体言止めってさっき言ったもんね。そして、金剛って何？これね、ダイヤモンドのことなんだ。石の上にある梅雨がまるでダイヤモンドのように輝いているよ。なんていう風な俳句になってくるんだ。ちなみに、区切れは？そう、これ、肉切れになる俳句だよと。ね、金剛の梅雨一粒、や。この矢で区切れるからね。区切れも覚えておこう。じゃあ次の俳句いくね。冬菊の、まとうは斧が光のみ。さあ、この季語と季節は？だね、季語、冬菊、季節、冬になるよ。そして、まとうは斧が光のみ。このあたり要注意だ。ね、これ、菊を何に例えているかっていうと、これそう、人に例えてるんだ。この人に例えてる技法のことを、擬人法っていうんだ。だから、菊が光をまとう、何かを着てるような人の技法、人の行動になっているよ。そして、斧だの斧ってどういう意味？そう、これはね、自分っていう意味なんだ。なので、冬菊がまとっているのは自分の光のみだよというふうに、冬空の下で冬菊が綺麗に輝いて咲いている、そんな美しさを歌った俳句になっているよ。じゃあ次の俳句いってみようか。流れゆく大根の葉の速さから。さあ、この季語と季節は？いくよ。季語、大根、季節、冬になってるんだ。さあ、ここまで振り返って分かったかしら？この
俳句を味わう。まず今やってきた8個って、2個ずつ順番に、春、夏、秋、冬っていう順番に並んでいるよ。だから教科書の順番がまんま季節の順番になっているからね。で、大根が冬って、ピンポン大根は、大根っておでんに入ってるよね。ので、おでんを食べる季節って、そう、冬じゃんか。夏に食べる人もいるかもしれないけど、基本ね、寒い時に食べたいのはおでん。だから、おでん食べる季節、冬、大根、冬って覚えておこうね。さあ、この、区切れ言えるかな。これも、区切れなし。なぜかって、切れ字は、そう、かな、が最後に来てるもんね。改めて、切れ字、ど、かな、けり、や、この言葉たちが切れ字だからね。さあ、最後の俳句いこうか。最後の俳句、咳をしても一人。このような俳句をさ、なんて言うんだっけ。そうだってね、自由律俳句って言って、五七五の定型ではないものを自由律俳句って呼ぶよ。そして基本的に季語がないから、無記俳句とも言われるんだ。もうね、これを俳句とした昔の人たちすごいね。もうこれ今で言ったら単純にツイッターカッコ X のもうつぶやきと同じじゃん。咳をしても大丈夫って誰も言ってくれないよ。で、この状態が咳をしても一人めっちゃ好きっす。ちなみに、この俳句の技法は、そうこれ、体現止めだよね。一人っていう漢字で終わってるからね。この、一人でいることの孤独とか寂しさを描いた俳句がこの咳をしても一人っていう風に言うよと。で、この俳句を味わう全9編、季語と季節、技法、区切れ、そして鑑賞文、このあたりを選べるように繰り返し覚えていこうね。概要欄に俳句の可能性と合わせた一問一答を貼ってあるから、ぜひ繰り返し使って高得点狙いに行こうか。最後まで聞いてくれてありがとう。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。